仕方ないこととはいえ、半年間の入院はかなり辛かった。すっかり筋力が衰えてしまった。早く自分の家で落ち着きたい。ところがだ。夫と一緒に自宅に戻ると、そこには義母と義士の大量の荷物が。なんだよこれ、どういうことだ。夫が強く抗議してくれた。義母と義士の荷物は一時的に預かるだけ。私が退院するまでには全て運び出す。そう聞いていたのに。ここは私の家。病人は出てけ。ありえない。話が違う。唖然とする私を見て義母と義士は大笑い。私と夫は呆れ果ててげんなりしてしまった。もうこんな関係は耐えられない。夫も私と同じ気持ちのようだった。顔つきでわかる。私たちはうなずき合った。出て行こう。そうね。嫌な思いをするのはもうたくさん。義母と義士のわがままになんか付き合っていられない。夫と私は以前から温めていた計画を実行に移すことにした。私の名前はエリ、31歳。測量機械を作る会社で事務の仕事をしている。夫の拓磨とは2年間の職場恋愛を経て30歳の時に結婚した。仕事も結婚生活も順調で、とても充実した毎日を過ごさせてもらっている。ただもちろん嫌だなと思うこともある。義母義士コンビとの関係のことだ。2人は親子揃ってものすごく性格が悪い。夫と血のつながりがあるなんて信じられないくらい。義母と義士のせいで私はたくさん辛い思いをすることになった。今日はその頃のあれこれについて詳しくお話しさせてもらおうと思う。結婚後、私たち夫婦は私の母方の叔父から一軒家の管理を任された。叔父には配偶者も子供もいない。しかも高齢なので施設で過ごすことになっている。家が空っぽになるからよかったらと勧められて相続させてもらった形だ。古いけれど部屋数が多くていい家だった。問題は義実家とそれほど離れていないこと。車で30分ほどの距離にある。同じ市内で比較的近いものだから、私は週末のたびに義実家に呼び出された。最初のうちはそれも仕方がないと思っていた。通過儀礼のようなものだろうと。家族として扱ってもらっているだけ。そのうち放っておいてもらえるようになると。けれど違った。義母のひろえは私を足や財布代わりにして休みのたびに必ず呼び出すようになった。悪いねエリさん、私は腰が悪いもんだからなかなか自由が利かなくてね。いえ、私は大丈夫です。そう答える以外私に何ができただろう。病院に行きたい、スーパーに行きたい、財布を忘れた、今月は厳しい。私は言われるまま車を出し、求められるままいろいろな店で代金を立て替えた。やがて義母は私の献身を当然のものと思い始めたようで、態度が傲慢になっていった。私が少しでも抗議したり反発したりすると、まるで自分が被害者のような顔をし始める。何よ、ちょっと呼び出したくらいで膨れっ面して。あんたは嫁なんだから姑に尽くすのが当然でしょ。それくらいわきまえて嫁に来たんじゃないの。今週は用事があるって言ったはずです。それなのに呼び出すなんてひどいです。嫌なら断ればよかったでしょ。こうして来たっていうことは大した用事じゃなかったんじゃないの。義理とはいえ親なんだからこっちを優先して当然でしょうが。義母は私に対してどんどん遠慮がなくなっていった。私に義実家の掃除をさせたり、お昼を作らせたりすることもあった。他にも障子の張り替えだとか、庭の草むしりだとか、雨どいの掃除だとか。腰を痛めていると義母本人は言うけれど、それも本当のことかどうかはわからない。実は嫁をこき使うための方便だと言われても、私はきっと驚かなかっただろう。義母とのやり取りの中で今もよく覚えていることがある。台所にあの虫が出た時のことだ。私もそうだけれど、義母はあの虫が大嫌い。一目見ると飛び上がり、小さい女の子のように叫びながら10メートル近く遠ざかる。その時もそうだった。あ、虫と私が言った途端、義母は絶叫して台所から飛び出していった。早く何とかして駆除しなさいよ。信じられない。エリさんのせいだからね。え、私のせい？どうしてそうなるんですか？だってそうでしょ。エリさんがきちんとうちの台所を掃除しないから、そんな虫が出るんでしょう。さっさと始末してちょうだい。絶対にこっちに逃がさないで。私はため息をつかずにいられなかった。日常的にこの義実家で暮らしている義母に責任はないのだろうか。自分を棚に上げて、よくもまあ週末にしかこの家にいない私のせいにできたものだ。理不尽なのは義母だけじゃなかった。彼女と一緒に住んでいる義士の文香も相当ひどい。義士はバツイチで夫に浮気され、3年ほど前に嫁ぎ先から出戻ってきたという。タバコとパチンコとお酒が大好きな、女の皮をかぶった中年男性のような人だ。いつもイライラした気持ちを抱えているようで、私は接するのが嫌で仕方なかった。特に困ったのが、酔うと一層ろくでもない性格になり、乱暴になってしまうこと。物を投げたり暴れたりして、周りに迷惑ばかりかける義士だった。どうやら彼女はバツイチになってしまった自分に強い不満があるようだ。そのストレスを酒で晴らそうとするのだった。本当にたちが悪い。週末、夫が出張などで家を空けていると、よく私に義士のことで義母から連絡があった。ちょっとエリさん、文香が店から連絡してきたのよ。迎えに行ってくれない？私がですか？タクシーで帰ってきてもらえばいいんじゃありませんか？もうお金がないらしいのよ。それにお店の人にも迷惑をかけたみたいだし。どうしてもとお願いされて店に行くと、そこには酔いつぶれた義士の姿が。私が義士の身内だと告げると、店員たちは揃って迷惑そうな硬い表情を浮かべた。酔った義士は皿やコップを割り、料理を台無しにし、周りの客にも迷惑をかけていた。そのせいで大勢いたお客さんはみんな帰ってしまったのだとか。その日の売り上げを減らしただけでなく、設備や備品まで傷つけた義士。後からかなり高額な損害賠償請求をされて、義母も義士も目を丸くしたようだ。警察署から連絡を受けて義士を迎えに行ったことも一度や二度じゃない。地域課に配属されていた何人かの警察官とは顔見知りになったくらいだった。義士絡みのトラブルや笑えないエピソードは枚挙にいとまがない。本当に迷惑な人だった。そんな義母と義士が一緒になると、厄介さは2倍にも3倍にもなる。彼女たちは夫がいないところで私に対してネチネチと文句ばかり言うようになった。2人とも関係に慣れて甘えが出て、横着な本性をどんどん表すようになっていった。親しき中にも礼儀ありという言葉があるけれど、義母と義士は少しもそれを気にしない。夫は夫でそんな母と姉からいいように使われ、嫌な思いをさせられている様子だった。ねえちょっと、たくま、あんた10万くらい貸してくれない？え？また金？しかも10万も？一体何に使うんだよ。お母さんを湯治に連れて行くのよ。あんた息子のくせに何か文句あるわけ？たくま、お前、お母さんの腰がこのままずっと治らなくてもいいのかい？義母と義子はたびたび夫に金をせびっていた。目的は義母の湯治を理由とした温泉旅館巡りやスパ施設の利用。いい気なものだった。私たち夫婦は仕事が忙しくて旅行なんてそうそうできないのに、働いていない義母と義子の方がずっといい思いをしている。本当に納得がいかない。平日忙しく仕事をこなして、週末は義実家で義母と義子の世話に追われる。そんな毎日は私の心と体にかなりの負担を強いていたらしい。自分でも気がつかないうちに私の心身はボロボロになっていった。寝ても疲れが取れないし、なんだかいつも憂鬱な気持ちで何をしていても楽しくない。夫と2人でいてリラックスしていいはずの時でさえ、私はため息ばかりついていた。母さんじゃないけれど、エリも一度どこかで療養した方がいいのかもしれないな。そうかもね。こんなに疲れが残るのは初めて。どうにかしないとね。夫も私もそのうち子供を持ちたいと思っている。私はもうすぐ32歳。できれば30代前半のうちに最初の子供を産みたい。そのためにも体調は万全にしておきたいし、精神的なストレスからも解放されたかった。私が急なめまいに襲われたのは金曜日の夜のことだった。同時にやってきたのは猛烈な痛み。頭が割れそうなくらいに痛い。私は立っていられなくなって、その場にうずくまり、夫に異常を伝えた。ぞっとした。ろれつが回らないことが自分でも分かったからだ。夫も青くなった。動かないで待っていろよ。すぐに救急車を呼ぶからな。救急病院に運ばれ、検査を受けた結果、下された診断は脳血管障害。私は30代の若さで脳梗塞になった。一歩間違えば命も危ないという状況だった。当然そのまま緊急入院。夫と一緒にいてすぐに病院にかかれたのは幸運だった。私はタバコは吸わないし、お酒も飲まない。高血圧や高コレステロールとも無縁な体だ。それなのにどうして脳梗塞になってしまったのだろう。検査をしてくれた医師にも詳しい原因はわからないそうだった。母さんと姉さんのせいかもな。いつもエリにストレスを与えていたし。申し訳ないけど私もそれを考えたよ。ずっと我慢していた私も悪いんだろうけどね。とにかくすぐに処置してもらえてよかった。少しでも早く体を元に戻さないと。私の長い入院生活が始まった。人がかかるいろいろな病気の中でも脳血管疾患は入院が長くなりがちだという。私の場合、うつ病の症状が見られたこともあって、余計に期間が長くなってしまった。義母と義子がお見舞いに来た時のことは今でも忘れられない。2人は夫が行くなと言ったのに無視してやってきて勝手なことを言いまくった。倒れちゃったんだって。さっさと帰ってきてちょうだいよ。私たちが困るから。そうよ、洗い物とか掃除とかいろいろしてほしいことあるんだからさ。本当なら私の方が入院したいくらいなのよ。ほら、だって腰が痛いでしょ。さっさと直して帰ってきなさいよね。あ、それとしばらく部屋借りるからね。部屋を借りる？一体何のことだろう。しばらくすると夫がやってきた。彼は義母と義士を見てものすごく怒った。おい、俺は止めたはずだぞ。どうしてエリの見舞いに来てるんだ。うるさいな、お見舞いくらい行くでしょう。当然身内なんだからさ。それよりエリさんにもあの話ちゃんと伝えておきなさいよ。じゃあね。義母と義士はさっさと帰っていった。止めきれなくてごめんなと夫は申し訳なさそう。本当に義母と義士の身勝手な行動には呆れてしまう。あの話というのは何かと尋ねると、義実家の工事に関することだという。この前すごく風の強い日があっただろう。うちの実家古いから屋根瓦が飛ばされたり飛んできたものが当たって壊れたりしたんだ。で雨漏りがひどくなってさ。それで業者に頼んで家屋の修繕をすることになったらしい。その間どうしても荷物の一部を別の場所に移さなければいけない。そのために私たちの自宅を使わせてほしいと義母と義士は言ってきたそうだ。そうなのね。私は別にいいよ。どうせまだしばらくは入院するんだし。助かるよ。ありがとう。エリが退院するまでには片付けさせるからね。ところがだ。半年間の入院生活の後、私が自宅に戻ると、そこには大量の荷物が。すべて義母と義士の持ち物のようだった。隣にいた夫も目を丸くしていた。私が帰ってくるまでに片付けているはずじゃなかっただろうか。どういうことだろう。なんだよこれ。どういうことだ。今朝はこんなものなかったのに。昼のうちに業者に運び込ませたからね。ええでしょ、別に広い家なんだし。そうそう、うちはほらかなり古かったし、実は借家だったからね。もう引き払ってきたんだよ。行くところがないんだから、今更追い出そうとしたって無駄だよ。なんて迷惑な義母と義士だろう。自分たちで退路を断って押しかけてくるなんて。相手の気持ちにつけ込むようなやり方は認められない。夫がそう強く抗議してくれた。けれど義母も義士も知らんぷり。言い合いになるとありえないことに義母が逆ギレしてきた。もうここは私の家。どうしても気に入らないならそっちが出ていきなさい。さあさあ、病人は出てけ。病気がうつったら大変だからね。唖然とする私を見て義母と義士は大笑い。二人の笑い声を聞いているだけで胸が悪くなってくる。夫も私の病気の再発を心配してくれた。本当に辛くて辛くて仕方なかった。義母と義士が私たちの家で暮らし始めて半月。暮らしに慣れてきた2人はまた旅行したいと言い出した。引っ越しの後の片付けで疲れた体を温泉に入って癒すのだという。だからたくま、また10万くらい貸してもらえるかい。何が貸してもらえるかいだよ。返したことなんか一度もないくせに。ガチャガチャ言わないで出しなさいよ。せめてもの親孝行でしょ。義士からせかされしぶしぶお金を渡す夫。本当にどこまでたちの悪い義母と義士だろう。2人はその日の夜に支度を済ませ、翌朝早く出て行った。2人きりになった私と夫は顔を見合わせてうなずき合った。出て行こう。そうね。実は同居生活が始まって以来、私たち夫婦はずっとこの時を待っていた。義母と義士が旅行に出かけてしばらく家を留守にする時を。そこからの私たちは早かった。荷物をまとめて業者に連絡、予定通り不動産会社にも連絡して住み慣れた家に別れを告げた。義士から私のスマホに着信があったのはそれから3日後のことだ。義士は動揺していた。一緒にいる義母のわめき声も聞こえてきた。無理もない。つい数日前まで住んでいた家が売りに出されていたのだから。どういうこと？説明しなさいよ。どうして家に入れなくなってるわけ？私たちの荷物はどうしたの？ちゃんと説明しなさい。お知らせするのを忘れていてすみません。あの家はもう売ったんですよ。は？売った？勝手なことしてんじゃないわよ。何様のつもり？そんなことを言われる筋合いはない。あの家は私名義の家。どうしようと私の自由のはずだ。勝手に押しかけてきておいて、そっちこそ何様のつもりだろう。夫も私も義母と義子に対して一歩たりとも譲るつもりはなかった。お言葉ですけれど、私にこんなことをさせたのはお母さんとお姉さんですよ。好きであの家を売りに出したわけじゃありません。ちょっと待ちなさい。何よその言い方。私たちのせいだって言いたいわけ？そうです。私が病気になったのだってお母さんとお姉さんから受けるストレスのせいだったかもしれないんですからね。距離を置きたくなって当然でしょ。ふざけないでよ。病気のことは関係ないでしょうが。全く関係がないなんて誰に言い切れるだろう。少なくとも義母と義子のせいで私が辛い思いをしていたことは確かだ。義子は電話の向こうでまだ吠えている。荷物はどこにやったのかさっさと教えろとのことだった。家の中は空っぽ。私と母さんの荷物があったはずよ。どこにやったわけ？教えなさいよ。訴えられたいの？お二人の荷物は貸し倉庫に預けています。返してほしいですか？当然でしょ。あんたマジで何を考えてんのよ。だったら条件があります。もう私たち夫婦をそっとしておいてください。今後は一切関わらないと約束してくださるなら、荷物の場所を教えますよ。呼び出されたりお金の無心をされたりするのはもうたくさん。これからはできるだけ関わりを持たず別々の土地で生きていきたい。そんな私の提案を鼻で笑ったのは義子と代わって電話に出た義母だった。バカみたいなこと言ってんじゃないわよ。私は母親。縁なんか切れないの。その切れない縁を切ろうっていう話をしているんだろうが。私も夫と代わってもらった。彼にも母親と姉に対して言いたいことがたくさんあるらしい。いつになく怖い顔をしていて、強い決意が言葉選びにも表れていた。母さんと姉さんはやりすぎた。俺に嘘をついて引っ越しまでしてきた。あの日から俺はずっと怒っているからな。もう二度と顔も見たくないくらい。ちょっとタクマ、そんなに怒鳴らなくてもいいでしょうに。タクマ、あんた弟の分際で調子に乗ってんじゃないわよ。姉さんの方こそ調子に乗るなよ。この無職のバツイチ女。今回の旅行だって誰のおかげで行けたと思っているんだ。もう二度とお前らに金なんかやらないからな。怒鳴り散らす夫。すごい剣幕。義母も義子も今回ばかりはまずいと思ったらしい。とにかく落ち着いて話し合おう、そう向こうから提案してきた。貸し倉庫の場所や荷物の取り出し方についても詳しく知りたいという。狙い通りだ。夫と私は顔を見合わせてうなずき合い、日時を指定して義母と義子を呼び出すことにした。3日後、夫と私は義母と義子を小さなカフェに呼び出した。この数日をホテルで過ごしているという義母と義子、どちらも無然としていた。今まで通りの強気な態度で接すればきっと私たち夫婦に言うことを聞かせられる、そう思っている顔に見えた。来てやったわよ。さっさと貸し倉庫の場所を教えなさい。泊まっているホテルの代金もあんたたちに請求させてもらうからね。冗談じゃない。そんなことを言うなら俺が貸してやった旅行代を先に返せよ。今までトータル50万近く貸してやってるはずだ。さあ耳を揃えて支払え。夫の迫力は相当なものだった。今までのおとなしい彼とはまるで別人のようだ。これ以上怒らせるわけにはいかないと思ったらしい。義母も義士もすぐに態度を変え、ヘラヘラと笑って下手に出てきた。まあ待ちなさい。あんたを怒らせるつもりはなかったんだよ。ただほら、お母さんたちも突然のことでびっくりしてちょっとイライラしていたもんだからね。そうそう、きちんと話し合おうよ。縁を切るとか言わないでさ。いやダメだ、俺たち夫婦の今後に関わる。あんたたちとはここで縁を切る。ちょっと、親に向かってあんただなんて。厳しい表情だけれど、夫だってこんなことを言いたくないはずだ。言わせた義母と義士が悪い。こういう判断をさせた2人に責任がある。私は夫に代わって義母と義士に改めて条件を伝えた。この前お話しした通りです。今後私たちには関わらないと約束してください。呼び出したりしない、お金の無心もしない。約束してくれるなら貸し倉庫の場所をお話しします。貸し倉庫の利用料もそっちに支払ってもらう。旅行代を返すことも忘れるなよ。むちゃくちゃなこと言わないで。私たちにそんなお金があると思う？そうよ、あんた分かってる？私もお母さんも無職なんだからね。どうしてそこで開き直ったりできるんだろう。この2人は恥というものを知らないのだろうか。私だったら同じことをこんなに堂々と言ったりはできない。夫もさすがに驚いた様子だった。義母と義士を見る目から怒りが消えた。どこまで救えないんだ。言っていて恥ずかしくないのか。2人ともまるで寄生虫だぞ。もっと自立しろよ。俺たちに甘えようとするな。自分たちの力で生きろ。子供が親を助けるのは当たり前のことでしょうが、寄生虫だなんて失礼な。もちろんそうだ、親を助けるのは当然だし自然なことだろうさ。俺だって今までずっとそうしてきた。だけど何にだって限界がある。それに母さんも姉さんも自分たちができる努力をしていない。しかも嘘までついていた。そうなんだろう。あ、虫。私がいきなり義母の足元を指さした瞬間だった。短く叫んだ義母が素早く椅子から立って壁際まで離れた。なんて機敏な動き。とても腰を痛めた人にできる動作じゃなかった。私の「あ、虫」が嘘だったことに気づいたらしい。義母は真っ赤になった。この嘘つき、騙したね。すみませんでした。でもお互い様じゃありませんか。お母さんは腰が痛いと嘘をついて私を呼び出して家事をさせたり家の修繕をさせたりしていましたよね。それに湯治に行くと言って俺に金を出させていたよな。温泉に行きまくってたのは腰が痛いからじゃなかったのか。どっちが嘘つきだよ。いい加減にしろ。義母は言い返してこなかった。悔しそうに唇を噛んで床を睨んでいる。夫から席に着くよう促された義母はブツブツ言いながら戻ってきた。もう何も言い返すつもりはなさそうで、すっかりしょんぼりしてしまっている。一方、義士はまだまだやる気の様子だった。私たちを見る目が怒りで血走っていた。二人とも目上に対する礼儀ってものがなってないみたいね。荷物を取り上げて脅したり、嘘をついて騙し討ちしたり、寄生虫呼ばわりしたり、本当に腹が立つ。俺たちだってこんなやり方や言い方はしたくなかったさ。前も言ったように、俺たちにここまでさせたのはそっちだ。そこはしっかり分かってもらわないと。こちらからもう一つお願いがあります。お母さんもお姉さんもどうぞ働いてください。自分たちの生活は自分たちで何とかするようにしてください。それくらいはできるよな。2人とも健康で何か持病があるわけじゃない。時間もある。俺に借金もある。寄生虫と呼ばれるのが嫌なら働かない理由はないはずだ。こちらを睨んで悔しそうな顔の義士。私たちは正論をぶつけているつもりなのに、向こうは少しも納得できていないらしい。気の強い彼女を懲らしめるためには私たち夫婦の力だけでは足りないようだ。でも慌てるには及ばない。予想通りだった。私はカフェの奥の席に合図を送った。席を立ってこちらにやってきたのは一人の男性。気づいた義士が真っ青になった。現れたのは義士の元夫、浩平さん。実は夫と私はこの日のために浩平さんと連絡を取り、わざわざ来てもらっていた。浩平さんの目は冷ややかで、もう義士など少しも愛していないことが伝わってきた。久しぶりだな、ふみか。相変わらずで呆れたよ。浩平、どうしてここに？こいつらに呼ばれたの？相変わらずって何よ。相変わらず周りの人間に嘘ばっかりついて生きているみたいじゃないか。俺を騙したみたいにたくまくんやエリさんのことも騙していたんだろ。え、この浮気女。え、浮気したのはお姉さんの方だったんですか？私は義士は旦那の浮気が原因で離婚したと聞いていたけれど、義士本人が否定しないところを見ると、浩平さんの言葉は真実らしい。義士は私たちに嘘をついていたのだ。浮気して離婚の原因を作ったのは義士だった。見えっ張りで傲慢な上に嘘つきで浮気症。私は義士のことが一層嫌いになった。お前が地元に帰っておとなしくしているなら、俺ももうごちゃごちゃ言うのはやめようと思っていた。だけどふみか、お前はこっちでも周りの人を傷つけているみたいだな。だったら何よ。あんたには関係ないでしょ。全くないわけじゃないだろう。俺は元旦那だ。俺がお前に対してもっと厳しく接していたら、エリさんとタクマくんが苦しむことだってなかったかもしれない。はあ？要するに何が言いたいわけ？はっきり言ってもらわないと。その瞬間、浩平さんが懐から一枚の紙を取り出してテーブルに叩きつけた。義士が青くなった。紙には「不貞行為に対する慰謝料など請求通知書」と記してある。要求として慰謝料300万円を1週間以内に支払うこととも書いてあった。こんなの無理よと義士が首を振った。300万なんて無理。支払えるわけがないじゃない。さっきも言ったでしょ。私は無職で貯金もないし、あるのは借金だけなんだってば。だからどうした。金がないなら働けばいいだろう。必死に働いて金を返せ。それがお前にできる唯一の償いだ。言っておくけれど、慰謝料は一括で支払えよ。だから無理だってば。お母さん、ぼんやりしてないでなんとか言ってよ。ああ、何を言えって言うの。浮気したあんたが悪いんでしょう。お母さんを巻き込むんじゃありません。慰謝料はあんたが働いてきっちり返しなさい。とうとう仲間割れが始まった。なんて醜いんだろう。義母と義士は見ていて嫌になるくらい醜い。この人たちにはとことん痛い目に遭ってもらわないといけない。きっとそうしないと反省すらしないだろうからだ。私は義母と義士の前に病院の診断書を出してみせた。病院からもらった診断書です。私、これを根拠にお二人を訴えますね。訴える？バカ言わないでくれる？どうしてあんたがこっちを訴えるのよ。言ったじゃありませんか。私が病気になったのはお母さんとお姉さんから受けるストレスのせいだったかもしれないって。これって傷害罪ですよ。具体的な犯罪の名前が出てきて、義母も義士も驚いた様子だった。罪が確定すれば待っているのは15年以下の懲役または50万円以下の罰金。法定刑を聞いた義母と義士がいよいよ震え上がった。訴えられるかもしれないと分かって2人ともおろおろしている。さっきまでの強気もどこへやら。肩を寄せ合って震え始めた。もう抵抗したり反論したりする気はないようだ。しょんぼりした顔の義母と義士の前に、私はまた別の用紙を広げてみせた。え、これって。用意してきた清書です。お母さんとお姉さんにはここに書いてあることを誓ってもらいます。もしも約束を破ったら私本当に訴えますからね。聖書にはありとあらゆることを書いておいた。二度と私を呼び出して家政婦のように扱わないこと、どんなに生活が苦しくても夫にお金をせびらないこと、自分で働いて生活していくことや貸したお金を返すことについても記してある。また義肢に関しては公平さんに一括で慰謝料を支払えと忘れずに書いておいた。聖書の文言に最後まで目を通した義母と義肢は半泣き状態で首を振ってきた。あんたたち鬼なの？こんな約束できるわけがないじゃない。慰謝料を一括でとか絶対に無理。借金しないといけなくなるじゃないの。借金すればいいじゃないか。でそれを働いてコツコツ返していけよ。今まで好き勝手に遊び回っていたんだから、これからは真面目に働けよ。私たちから突き放された義母と義肢、抵抗を諦めた2人はがっくりとうなだれた。私はそんな彼女たちの姿を見てようやく留飲を下げたのだった。義母と義肢はその後かなり多くの仕事に挑戦したらしい。ビル清掃、工事現場の誘導員、物流倉庫のピックアップ要員、どうやらどちらも単発のアルバイトを斡旋する業者に登録したらしい。定職についていないのは面接を受けても受からないからだろうか。何しろ義母は65歳と高齢だし、義肢は見るからに扱いづらそうな印象を与える女。どこの会社も採用したがらないのは当然だ。今後も2人は短期のアルバイトをしながら日銭を稼いで生きるしかないのだろう。義母と義肢は借りていたお金や慰謝料を全て借金をして支払った。生活能力に乏しい2人に借金をさせてくれたのは闇金業者。もしも支払いが滞ったらきっと大変なことになってしまう。義母と義肢が必死になって働くのも当然のことだった。私は一度街で働く義肢の姿を見たことがある。彼女は制服を着てヘルメットをかぶって工事現場の誘導員をしていた。私と目が合った彼女は悔しそうに唇を噛んでそっぽを向いた。立派に働いているのだから堂々としていればいいのに、本当におかしな人だ。義母の姿も見たことがある。こちらはスーパーで品出しのアルバイトをしていた。明らかに年下の後輩から叱られていて、こちらもすごく悔しそうにしていた。2人ともろくでもない性格をしているから、きっとそのうちボロが出る。周りから嫌われて職場にいられなくなり、また別の仕事を探さないといけなくなる。そうやっていろいろな場所をさまよいながら後悔をし続ければいい。今私があの2人に対して望むのはそれだけだ。その後夫と私はごく普通の幸せな生活を送っている。もう義母や義肢からちょっかいをかけられることもない。それだけで随分と気持ちが楽になったし、体の調子も良くなった。そのおかげなのか待望の第1子を妊娠することもできた。今私は産休を取ってお腹の子供と一緒に穏やかな毎日を過ごしている。子供の性別は女の子。今の私の目標はこの子を産んで立派な女性に育て上げること。その過程できっと義母や義肢の話もすることになると思う。ああいう大人になってはいけないよという反面教師的な存在として、辛い思いばかりさせられた数年間だったけれど、これからは違う。夫とこの子と3人できっと幸せな毎日を過ごしていこうと思っている。